コート族とフン族の戦いで品種となったヘルボルダテの乙女はスカンディナビアの伝承に登場する女戦士のことである。ヘルボルとヘイズレク王の佐賀やデーエンジンの自責といった佐賀でよく描かれる。盾の乙女はコート族やキンブリ族、マルコマンニなどのその他のゲルマン人の物語にも登場する。神話上の存在であるバルキュリアはこういった盾の乙女を元にしている。 可能性がある。歴史上、盾の乙女が実在したかどうかは、激しい議論の対象となっている。ニール・プライスらは存在したと論じている一方で、ジュディス・ジェシュラは、向上的に女戦士が存在したことを示す、物的証拠がないことから、実在を否定している。バイキング時代の女性が戦争に参加していたという、資料は乏しい。しかし、ビザンツ帝国の歴史家、 ヨハネス・スキュリテェスは971年にキエフのスベアトスラフ一世がビザンツ帝国下のブルガリアを攻めた際女戦士が従軍していたことを記録している。ドロストロン包囲でワリアーグが無残な敗北を起死した時勝利したビザンツ軍は降伏した兵士の中に武装した女性がいることに驚いたという。レイフ・エイリクソンのイボイモフレディスはビンランドで妊娠中に 上半身裸で剣を取って、スクレリングを追い払ったという記録がある。この戦いは、グリーンランド人の佐賀で語られているが、フレーディースのことを明確に盾の乙女として描いているわけではない。サクソグラマティクスは、750年のブラーベルの戦いで、デーン人側で盾の乙女が戦っていたと報告している。名前が与えられた盾の乙女の例としては、 ボルスンが佐賀のブリュンヒルド、ヘルボルとヘイズレク王の佐賀のヘルボル、帽子とヘラルドの佐賀のブリュンヒルド、フロールブクラキの佐賀のスウェーデン王女、ソルンビョルグ、デーエム人の自席のヘズ王女、ビスウベビョルグなどが挙げられる。ヘルボルとヘイズレク王の佐賀の一部の翻訳には二人のヘルボルが登場する。カズトメのヘルボルは、子供時代には典型的な男の役割を担い、しばしば断層して、 森で旅人を襲った。成長すると、父の墓から、魔剣、テュールビングを得て海賊になった。最終的には定住して結婚する。彼女の孫もまた、ヘルボルといい、攻め寄せる、奮賊に対して、軍を指揮して戦った。佐賀は、彼女の勇猛さを記しているが、最後は敵によって、深く傷つき戦場で死んだ。ジュディス・ジェシュやジェニー・ヨフヘンスは、 縦の乙女が悲惨な最期を遂げたり、突然典型的な女の役割に戻ってしまうのは、男であり女である人物という幻想としての役割を果たしている少佐であり、また、ジェンダーロールを放棄する危険を表彰してもいる。定住した女性の墓に武器が服装されている例は見つかっていないが、かといって女戦士が存在しなかったと断定はできないと考えられている。 イングランドにあるバイキングの墓とその中の遺体を科学的分析にかけたところ男性と女性の数はほぼ同数で一部の女性には武器が服装されていたビルカにある10世紀の墓を1970年代に発掘したところ大量の武器と2頭の馬の骨が見つかったがアナ・シェルストレムが人骨を分析したところ女性であると分かったとニール・プライスは TV 番組 シリーズ、バイキングの特集で紹介した。2017年には DNA 鑑定でもこの人物は女性であると判定され、ビルカの女バイキングと呼ばれている。とはいえ、ジュディス・ジェシュのような学者は結論を出すには時期尚早だと述べている。ファンタジーにおいては女性誌は一般的な存在だが、縦の乙女として研究されることはあまりない。明示されている中では、 J.R.R. トールキン、指輪物語のエオウィニア、ナンシー・ファーマー、トロールの海三部作のトールギルが有名である。カナダの TV 番組シリーズバイキングではキャサリン・ウィニック演じる伝説の女バイキングであるラゲルタが主要キャラクターとされているほか、2020年発売のゲームアサシンクリード・バルハラでは多数の女バイキングのキャラクターが登場する。 ありがとうございます。